ナボリピートしたの、ノリちゃんの転倒シーンじゃないの。え、それは、乗ってからね。新幹線乗ってからね。まあ、電車の中ではずっとこれこい聞いてて、でそれで、新幹線でゆっくりくつろぎ始めてからツイッター見て、なんか、ノリちゃんがクソみたいな切り抜き意識した椅子から転げ落ちるシーンをパッと見て、待って、これはっつって、笑い止まんなくなったの。新幹線の中で。のりちゃんあれわざとらしかった。のりちゃんの椅子から転げ落ちんのはガチだったらしいよ。本人枠、本人から聞いてきた。あれ切り抜き意識してやったっすよねつって言ったら、違うよとか言って、うん、でもうわーってなってびっくりして落ちそうになって、中途半端に落ちなそうだったからね、そこで落ちたんだって、意識的に。そう、本人がちゃんと言ってたよ。綺麗に転んだのはあれ意図的らしいよ、うん、まあ俺に嘘ついてる可能性あるけど、もう本人曰くね、だから後方確認して落ちてる。